埼玉の皆さんにお集まりをいただいてありがとうございます。立憲民主党代表の枝野幸男でございます。ぜひとも小平悦子さんにこの激戦を勝ち抜いていただきたい、そんな思いで長岡まで駆けつけさせていただきました。立憲民主党は10月2日選挙が始まる1週間前です。私が一人で記者会見をして呼びかけさせていただきました。まあ、いろんなことがあって、このままでは私自身もどこかの党の所属で選挙ができない、これは無所属で戦おうか、そして多くの国民の皆さんから受け皿がないぞ、選択肢がないぞ、この総選挙にあたって我々の声を受け止める受け皿をしっかりと作れと背中を押していただきました。その声に